はい、いろんなね、稼ぐ方法が無料でこの世の中にいっぱい出てきてます。にもかかわらず、日本人の平均年収が下がったり、ネットビジネスに手を出すと、なぜかね、借金ばかりが膨らんでいくっていう現象は、いかがなもんでしょうかね。どうしてなんでしょうかね。不思議ですよね。吉谷さんが言われるように、稼ぐ方法は、もうね、日進月歩、日を追うごとにたくさん増えてます。アフィリエイトだけではなくて、SNS とかね、転売っていう方法もあります。メルカリっていうのが出てくると思えば、フリマっていうのがあったりとか、いろんなね、稼ぐためのツールっていうのが山ほど出てきてます。ネットワークビジネスに関しましてもすごく増えてますし、今ね、人類史上初お金を稼ぐ方法がたくさんあって、まあ、中学生、高校生でもお金を稼ぐことができてしまうという、そんな時代なんだと思うんですよ。でも、そういうふうな有料無料の情報にまみれてる我々なんですが、お金を稼げる人は非常に少ないと。その割合は非常に少なくて、お金を稼ぐつもりで参加したのにお金ばっかり出ていくっていう現象が起きちゃうんですよね。で、よく言われる登録貧乏っていうのがあります。新しいビジネスが生まれました。じゃあ登録料が2万円ですとか言って登録してみると、で、そちらの方を一生懸命取り組んでる間になかなか成果が出ないんで、こっちで生まれたビジネスにまた乗ってしまうと。そっちのビジネスに乗るのにまた3万円とか5万円かかってしまうということで、登録ってやってるうちになぜかね、100万円ぐらい使ってしまうと。で、どのビジネスもうまくいかないと。力が分散してしまってうまくいかないのか、それともセンスのないビジネスを参加してしまったのか、選んでしまったのかは分かりませんけども、そういう現象があります。吉田さんが言われている通り、無料で稼げる方法は山ほどあるんですよ。でも有料で稼がすよっていうのがなくならないことと、無料の情報で稼げる人がまたね、少ないということね。まあもちろんね、有料でも無料でも稼げる人の割合って多分ね、同じぐらいだと思うんですよ。有料の塾に入ろうが無料の塾に入ろうが、結局は自分が何を選んでどこに向かっていくかってことだと思うんですよね。そうなると自分の力量がかなり割合としては問われてくるんですよ。自分次第ですよとか、自己責任ですよとか、やっぱり人によって個人差が出ますよっていうのは、ビジネス勧誘する時の、まあ、常套句だと思いますけども、私の例のやつっていうのは差ができないんですよね。誰も一人残らず同じ結果が出るというね、こんなに分かりやすいものはないと。しかも作業はないということでね、銀行預金を考えてみていただきたいんですけども、銀行預金が仮に年利で 5% あるとしたら、どんな人にも 5% つきますよね。じゃあ小学生とか中学生みたいな自分のお子様名義の通帳を作ってそこに入金しても、そこに 5% つくんですよ。本人の預かり知らないところでつくわけですよ。で、20歳過ぎたらこれ使いなさいって渡されたら、もうすぐお金が増えてるみたいなね、そんなね、子供に対する預金にも増えるし、その名義の人に増えていくんですよね。すごいですよね。本人が知らなくてもお金が増えるなんて、こういう銀行の金利っていう仕組みはね。ではですね、例のやつは銀行金利ではないですし、金融商品ではないんですけども、誰がやっても同じように増える、こんな素晴らしいものないかなと思うんですよ。で、そこでいつも出てくるのが、じゃあ入会金が今ね、2万9000円かかるんですよ。それで増やしたいお金っていうのが10万円プラス消費税8000円、もうちょっとしたらこれが11万になっちゃいます、消費税の変動とともにね。そうなると、その初期費用の11万円がないんですとかね、入会するための2万9000円がないんですって方はどうすればいいんですかってことですけども、そういう方は入れないですよね。で、もうちょっと厳しいこと言うとね、2万9000円がないとか10万8000円がないっていうのは、やっぱりそこをなんとかしなくちゃいけないですよね。それがない人を情けないなんて思わないですよ。いろんな事情があってなかったりするわけですよ。でも例えばね、この話を知って1年とか2年経つ方がお金がないっていうのは、ちょっと待てよと思うわけですよ。年間で1万円とか5000円とかを例のやつ用に貯めていけば、そろそろ今頃ね貯まってるんじゃないかなと思うんですよ。で、それを目先のことにどんどん使ってしまうっていうのも、投資を意識してないってことだと思うんですよね。1年後には例のやつに参加するぞ、1年後まで例のやつ頼むぞ、受付やっといてくれよっていう気持ちで、毎月5000円とか1万円をコツ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 ね、爪の火を灯すように例のやつ用資金ってことで貯めていった方は、やっぱり1年ぐらい経ったら10万円プラス消費税の8000円できてますよ。で、そのビジネスにしてもコツコツが必要なんですよね。じゃあコツコツお金を5000円とか1万円セーブできないとか、コツコツ毎日時間を作ってビジネスに取り組めるかって言ったら、やっぱりそれがね、無料のビジネスだろうが有料のビジネスだろうが、ものすごく難しいと思うんですよ。何に関しましても、ちっちゃいものを積み上げていって大きいものにするっていうのが積み上げであり、千里の道の一歩でありビジネスだと思うんですよね。で、投資活動もそうです。最初はそんなに大きなパフォーマンスを得れないんですよ。投入金額少ないから。それをどういうふうに
複利で運用したりとか、時にはね、いろんな生活資金の調整をして、そこに投じていくかっていうのが投資活動、投資思考だと思うんですよね。私はそういうふうにしてここまで来ました。やっぱり40歳の時って、その例のやつにしても、その最初の10万が本当なかったんですよ。だから10万円を無理やり作ってそこに入れたりとか、またね、得意のクレジットカードを使って10万とか20万作ったりとかして入れたりとかね、してましたからね。だからそれを真似しろってことじゃないですけども、自分のできる無理の範囲で、できること、そして無理しちゃいけないところは無理しないっていう、この見極めがね、投資家のセンスなんだと思います。今日も FX やってましたけども、無茶なエントリーをしたらやっぱりね、資金的に壊れてしまうし、自分のマインドも壊れてしまうんですよね。もうやるもんかになっちゃうんですよ。だからここら辺がね、すごく大事ですよね。無料の情報で稼げるかと思ったら稼げない、この現実に多くの方がなかなか気づけなくって、だから何をすればいいのってところにもなかなかいかないんですよね。そういうところで私の速稼塾は、まず例のやつやって資金を作ってくださいと、その資金を作るのには、時間っていうのは取られませんよっていうルートを第一にしてます。でその次に生まれた毎月いただける余剰資金でリスクのあるものにどんどん毎月毎月チャレンジしていけばいいっていうね、そんなルートでございますよね。はい、さあ例のやつはね、この億万長者合宿のやり取りの中で、ありがたいことにですね、またね、7人ぐらいの方が参加してくださることになりました。この放送のやり取りいいですね。例のやつを進めてるわけではないんですけども、今でも大丈夫ですかってことでメッセージいただく、そんなことがね、今週もありました。じゃあどういうことが起きるかというと、ダウンラインがどんどん伸びてるってことなんですよね。だから入っておけば、その入った後にこうダウンラインがついてくるっていう可能性が高いんでね、まあそれを期待しろってことじゃないです。私はそんなね、ダウンラインをつけますよって約束はしませんから。でも結果的に数百人のダウンラインをつけてる方とかね、ゴロゴロいるわけですよね。なんせ私は1000人のグループ持ってますんでこれからも1000人がね、2000人とかに向かう可能性は非常に大きいです。今既存の会員さんが1人が1人を紹介すればそれで2000人ですからね。じゃあここのね、どこに入っていくのか、それともまだまだ後回しにして、もう伸びきった、もうこれ以上伸びる余地はないよっていうところに一番下につくのかっていう差はあるかなと思います。まあ、またこういうこと言うとね、入会を煽ってるように聞こえちゃってすいませんでした。はい、じゃあ本日は以上です。